笑いコンビ、オリエンタルラジオの中田敦彦の妻で、タレントの福田萌と実業家の日、ロユキ氏の妻、西村ゆか氏が21日、ツイッタースペースで対談イベントを開催。福田が中田によるダウンタウン、松本人志への提言騒動についてコメントした。今回の対談は、福田の新刊、中田敦彦の妻になってわかった、自分らしい生き方、講談社の発売を記念して実現。福田によると、中田は気分で行動するところがあるという。夫曰く、秀吉と利休期があると言うんですけど。謎ですよね。秀吉は豪華絢爛で派手でイケイケな感じ、利休期は苦労みたいな感じでつつましく静かに。バイオリズムがとると説明。続けて、前回、ちょっと世間をお騒がせした、松本さんへの提言事件の時は、イケイケどんどんな感じな時期で。あと、パーフェクトヒューマンで紅白出た時の頃も、そうも、秀吉をモチーフにしたとか言ってた。本人の気分があるみたいで、拗ねと分析していた。